ライデル・マルティネス、横浜 DeNA 移籍有力、中日に戻ることなく、他の選択肢を模索する可能性が高い。動画では、米野球情報サイト、ベースボール FR、ウェブ版、が、マルティネスの去就に関して特集記事を組んだことを紹介し、同サイトで報じられた内容をもとに話を展開した。ベースボール FR、は、マルティネスの国内の移籍先として、ソフトバンクと DeNA が有力候補に上がっており、中日に戻ることはなく、他の選択肢を模索する可能性が高い、と報じた。同サイトによると、マルティネスは少なくともあと1シーズンは日本でプレーするという。そして、少なくとも1チームが年俸800万ドルから1000万ドル、約11億6000万円から約14億5000万円を提示しているとした。ちょっと前からライマルはソフトバンクと DeNA って記事見るけど、なんで DeNA やねんな。ソフトバンクにオークションで勝てるわけないやんけ。欲しいけど。リリーフにそんなに出すか？先発で使うの？先発できるなら10億以上の価値はあるけど抑えやもんな。断念10億なんて SD しか出さんやろ。どこが参戦したっておかしくないんだよな。ただソフトバンクとマネーゲームになって勝てるかは知らんし、クローザーに高すぎる金積むのもアホらしいとは思うわ。抑え出しって言われてるけど普通に貯金10は変わりそうじゃね。中継ぎで落としまくってたろベース。どっちにしろ再来年は MLB か。通用するかなライマル。通用してほしいけど。日本シリーズ4試合ハマスタでできればペイできるだろ。さすがに高すぎやろ。今ながマネーか。バウアーを最後まで追ってたわけやから、まあその分くらいはあるよな。一応 D は去年大した補強せず、バウアー資金と今永のポスティングの譲渡金で出せなくはないんだろうけど、コスパ重視の経営方針にマッチングしてないと思う。バウアーは中4余裕で回るし、グッズもバカ売れしてたから15億とかでもペイできるんだろうなって思ったけど、ライマルに同程度の金出す余裕はないと思うな。11億も出せないからソフトバンクやな。